よし、チャップたちもそろそろ来ると、来る頃だと思う。ラマダデラ、ラマダデラだわ。お待たせしたで、イーガがいるんじゃない、イーガ。あーもうこれはもう分かる人にしか分かんないわ。もうイーガとか言っても、イーガとか言っても最近の子には分かんないよ。ラマダデラとか言ってもいねえよ。おい、これからドラゴン和尚の元へ向かう。かつて私はドラゴン少林寺の同志だった。わけあって飛び出したが、また戻ってくることに。どうせあの変な頭が嫌だったんだろ、その門番の。大体こういうとこにいるやつはもうそういう規律があるから、みんな揃ってああいうのにしなきゃいけないから。一応聞こうか、なんで飛び出したの、ビネガーを倒すためだ。絶対嘘。デアファルコンを様から授かるが、デアファルコン様に会うためにはまずはドラゴン少林寺で修行だ。ドラゴンナイトがデアファー、ごめんもう一回言って。ちょ、得てもちょっとよくわかんないから。とにかくドラゴン和尚に会いに行くぞ。はい、和尚のところに会いに行ける。いいか、はい、ドラゴンナイトかっこいいね。お、普通の髪のやつもいるじゃん。師範かこれ。同志スーザック、最強の艦になるために今日も修行頑張るっすよ。おやってんね、アリやってる。お、こっち向いてくれる。1、2。困るよ、修行中に話しちゃいけないんだ。すまん。123、ハゲがよ。なんだここら辺ちょっと違う、見た目がなんか下級生と上級生的な感じかな。ビャコ、ああスーザックって、スザックとビャッコってことか。スザック、ビャッコ、あと何がいたっけ、あの死生獣って。死生獣何がいたっけ。スザックと鳥のスザックで、ビャッコでしょ。ビャッコって虎でしょ。で、あと鳥はスザックだって。だから忘れた、なんだっけ、忘れちゃった。しっかり清めて100回は洗い流してね。蹴り飛ばしてやろうが。あー、ちょっと後のやつ出てきてくんない。あ、いた、これだ。ゲンビア、何それ。あ、ゲンブだ、ゲンブ、ゲンブ。フィーバー拳。お、ショップだ、買う。普通に消費アイテムと鎧、なんか良さそうな、強そうな売ってそう。うわー欲しい。ブルタニアエンチャント、金色の靴、頭売ってないの。頭、そのツルツルの頭売ってねえの。モノクロンピアス、これ何これ。アクセサリーか。
パカラチタンアックス。バイオレットエスソードって売ってんじゃん。ジャラだけじゃないのこれ、普通に売ってんやん。ほえー、もう一気にレア度感が薄れてしまった。玄武、白虎、朱雀、あとなんだ、ドラグーンだ、ドラグーン、あと一人がいない。まさかビンさんとか。何してんの。お主、私何がよく祈りを捧げているな。邪念、雑念があるので後にしてくれ。すまんな、それはすまんかった。ちゃんとさん、きっちり敷けよ布団。ずれとるかな。 A 型として許せない。そう、なんか思ってたんと違う。ビンさんとか久しぶりじゃな。ドラゴン和尚老子様、修行を投げ出したお前がどの面を下げて帰ってきたのじゃ。スカードン復活の計画を知り待つことができなかったのです。老子様、もう一度私に修行をつけてください。我々はドラゴンハートを手に入れたのです。それは誠か。はい、ドラゴンハートがあれば魔人デアファルコンと話すこともできるはずです。ああ、どうか我々にチャンスをください。ではして、お前たちは何のために修行をする。俺もビネガーに復讐するために修行したいんです。お前もビネガーに。なんとビンさんとはふるさとの村を襲われた敵討ちと言っておったが、お前たちは一体。俺の村も焼き払われたんだ。チャップ、あ、そうなん？チャップもなん？俺ホイップソン出身だけど。私もホイップソンだ。ちょっと待って、この流れまさか得て。ホイップソンだ。俺たちみんな同じ村出身？てか逆になんで今まで知らなかったのよ。隣人の名前を知らんとはまさに現代社会の闇じゃん。まあ良い、同じ目標があれば良いライバルにもなるだろう。まとめて修行つけてやる。まあ兄弟みたいなもんだったんだね我々は。超強くなってビネガーに先輩返しだ。はい、ドラゴン少林寺の修行。うわー、いけっか、これだけやりたいな。これで終わらして本日は終了って感じにしようか。あ、うん、ちょっと気になるしね。うん、やろう。これバーミリオンシールド、ドラゴンブラザーズ倒しましょう。ちょっと待って、スナック変えようぜ。まあ、ジニーズは入れといて、ちょっとこいついいわ。あ、けどピーターパンパンって一応グレートレアなんだね。あー、これどうかな。ピノキオって強いんかな。ピノキオもグレートレアだな。ピノキオにしてみようか。やっぱ、あー、男さんもちょっと使いたいな。男さんで、ポケ砂はまあこのままでいいか。オッケー、よし、行くぞ。ゴー、ひょい。ドラゴン少林寺からドラゴン少林寺。お、ここで
おー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 すげえ。いやーちょっとメンツ間違えたか、シルフィーいた方が良かったんじゃねえか説浮上。レドラちょっと早急に貯めたい、ジャラブレイク打ちたい。ちょ一匹ずつ行こう、集中狙いしていこう。赤から倒そう、赤から。あーこれやばい、 JP なくなっちゃうかも。 JP が回復大丈夫？まだだ、じゃあ撃っとこ、撃っとこ。やばい、もうない。おし、一匹。次青。回復逆かこいつは。くお、いけるいける。あと一発で、たまる。いくで。おお、強え強え強えじゃん。ほいしょ。ダメだこれ、攻撃が、攻撃があんま強くないこれ。あ、間違えた。回転切りか、これチャージじゃなかったっけ。はっ、オッケー。あと緑。はあ、あ、もういけそうじゃん、めっちゃ減ってんやん。イエー。え、ちょ、なんかまだあるやんこれ。絶対3人合体したやつとか出てくるパターンじゃないのこれ。誰ちゃん、あ、それさっきビネガーと話してたやつじゃね。え、絶対そうでしょ。忍者マンのアシュラである。男だったし、もうぶち殺せ。男に用はない、すまんな。あーマジで、男さん、男さん任して、みんな手伝って。よし、貴様、よし、遠距離、近い。ちょ、行動動き早いなこいつ。やばい、 JP がね、あ、戻ってる JP、 いいね。よし、これ動き早いね。はい、あー、できれば必殺で決めたい。あー死んじゃう、あー、やっちゃった。防寒わたわた、無念でござる。名前だけはかっけえな、アシュラ。アシュラってあれでしょ、三面六種でしょ。あ、三面六種、あれゾロで手は覚えた。キキ九刀流アシュラ一武金、あれめっちゃ好き。キキ九刀流めっちゃ好き。てか T ランク上がったね。は、負けましょう。負けましょうって言ったら勝てるから。負けようとすれば勝てる。やったね。どうでしょう。1、10、10。わあ。これがいいんかなけど、これにしよう。ネジ巻き替えから。ヒーリング、ドリンク、ヒールドリンク、デトン。デトン。はい。オッケー。
使命を果たせぬとは。分かったぞ。俺たちの邪魔をするな。ちょ、仲間に引き入れよ。ねえ、ローシさん、マッサージまだ？何してんの？メローラ姫、どうしてここに？ドラゴン少林寺でダイエットの CM を見てきたの。ウェーン、どうしたの？生きてるうちにメローラ姫に会えるとはこの上なき幸せ。アシュラもメローラ？メローラ？メローラなの？俺もメローラーだけど、もちろんメローラーカードだって集めてる。めっちゃ好きやん。超レアレアなカードもあるじゃん。これはダブってるから交換しちゃってもいいぞ。やったー。やつなんじゃねえこいつ。なんか楽しそうでごわす。わしらはすっかり置いてぼりじゃな。ねえねえアシュラ、メローラ姫のどこが好きなの？パッチリおめめ。俺はプリゲツ。ねえねえデボンギャ。おめめ。胸。なんで？拙者今まで一人でメローラーをやってきた身ゆえ、姫の魅力について誰かと語り合える日が来ると、ね、俺たちもう仲間だよ。ありがとう友よ、スナック登録よろしくだ。やったぜ、やった。アシュラだって、これ意外いいんじゃない？こいつ強いでしょ絶対。速攻連れて行こう。とりあえずあのピノちゃんはどっかやって、ピーターパンパンももうどっかやって、メローラー開始しようぜ。なんかよくわかんないけど、まあ強い仲間ができてよかったわね。間違いない、それは。ビンさんとも早くちょっとスナックしたいんだけど。はい、ティラン9になったね。よかろう。ドラゴン勝利の修行はこれで終了じゃ。早、終わっちゃったもん。最後までよくぞやり遂げたろ。なんか俺強くなった気がする。確かってないじゃない。強くなってるってはビンさんのもそう思うでしょ。あ、今の私たちならば魔人デアファルコンに認められドラゴンナイトになれるはずだ。ドラゴンハートを使えば呼び出せるんだよね。呼ぼう、今すぐ呼ぼう。エテポンギも準備いい？準備、いや、いつでも両方 OK、 両方 OK。 どうしよう、準備バッチリバッチリバッチリ。ではここにドラゴンハートを置き、さあ、お前たち、祈りを捧げるのじゃ。我が名はレアファルコン。フリーザ様、もしくはバイキンマン。乗り越えろ、ドラゴンナイトの試練。もしくは黒土隊長。力を呼び覚め、フリーザの声真似はできない。お前と、お前と違う私の。はい、すいません。何が望みだ。どうかドラゴンナイトの力を私たちにお与えください。ドラゴンナイトになってビレーガーに復讐したいと申すか。絶対強いこいつ。しかし、デアファルコン。あれ？そういえば一人も見ねえらい。なぜだと思う？ドラゴンナイトの道は険しい。ドラゴンナイトは人見知りだから。そんなわけあるかい。ありがとう、マヨネ、ありがとうな。いい夫婦になれそうだな、俺たち。確かに道は険しい。しかしそうではない。ビレガーはドラゴンナイト、元はドラゴン少林寺の同志だ。あ、そうなんや。闇と契約し大きな力を得た最強のダークドラゴンナイトなのだ。ドラゴン少林寺は落とし前をつけるべく
多くのドラゴンナイトを送りビネガーを撃とうとした。しかし誰一人帰っては来なかった。ああ奴は相手の心の隙に入り込み、闇に引き込まれたドラゴンナイトはビネガーのしもべの竜に変えられてしまうのだ。それを聞いてもなおドラゴンナイトになると申すか。やろう。おうでごわす。うん、かっけえじゃんドラゴンナイト。もし負けたらしもべの竜になってひたすら飛ぶ羽目になるんじゃぞ。勝てばいいじゃん。ああそうだな、私たちは必ず勝ってみせる。本当にやるの？デアファルコン様、必殺技とかないんですか？そんなわけあるかい。なんかけどデアファルコンなんか敵っぽいよね、なんか見た目が。ピュアなる心。それは闇からの誘惑を打ち破る力、ピュアなる心の力だ。ピュアなる心をください。超ピュアです、超ピュアです。その力はドラゴン族も持たぬ力、お前たち自身で身につけるしかない。私ができるのはドラゴンナイトへ導くところまで。ドラゴンナイトになりたければ3つの試練に挑んでもらう。うん、よし、ワープで連れて行って行くぞ。ドラゴンワープ。ダサいや、ダサいダサいダサい、あダサいダサい。前より気が合うね俺たち、やっぱり。え、山ジェニーいいんじゃん。フレントースター、お前たちはこの町で3つの試練に挑んでもらう。試練はこの町で特別な力を持つ住人のクエストをクリアすること。いきなりはっきり言い出したわね。めかってんね。いいだろう、望むところだ。ああ俺、私が一番だ。よし、じゃあ一体何のドラゴンナイトになろう。何のドラゴンナイト。ビネガーは闇でしょ。まあ、チャップン2枚、チャップンはまあ普通に光でしょ。ビンさんとは土のドラゴンナイト。ビンさん土。じゃあエテはもう風のドラゴンナイトな。エテ風で行くわ。エテ風でウィンドウで行くわ。はい、ってなわけで本日はここでちょっと一旦終わろう。一発くじだけ、久しぶりに一発くじだけチェックして。いらっしゃいませ。おい、一発くじ。うわー、100クランメタル棒。なんじゃそれ、なんそれ。諦めよう、100は無理だ。はーい、じゃあここでね、今回ここまでにします。次はね、ドラゴンナイトの試練に挑戦します。まあ、次回までにね、読み取り機が手に入ったら、この持ってる絵手のゴーレムを入れるとこから始めます。はい、では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。